はい、お久しぶりです。久しぶりのバスフィッシング。今日は、一発目ということで、僕の好きなジャッカル縛りで攻めていきたいと思います。もちろん使うルアーは全部ジャッカル。おお、チョコチャタスピナベ。今回ドンじゃないです、ジュニアです。のミニミニトリゴン、ちょっとこれおもろそうやな。年中使えそうな、坊主を回避してくれそうなアイテム。こちらからは以上となります。これは新作のなんかめっちゃちっこい TN トリゴン、めっちゃちっちゃい。この時期めっちゃ釣れそうじゃないですか。坊主を回避してくれそう。こっちはね、これですね、これですね、デッドスローラーです。準備ができたんで、ものすごく天気悪いんですが、雨にも負けず、風にも負けず、寒さに負けず、乾杯。元気はつらつ。なんか天気悪いんですよね、今日。今ちょっと雨止んでるけど、やったりやんだりで、来てる場所は、立岡池ですね。あれこれ半年ぶりぐらいですかね、最後ナマズを釣って締めたところですね。まあ、この時期なんでナマズちゃんでも釣れたらありがたいことで、まあもちろんバスを狙いたいんですけど、釣り人もおらんですね、さすがに。なんかあんまり釣れてるって聞かないんですよね。なんでちょっと今年はね、立岡池をブレイクさせたいんで、蘇ってほしいですね、あの少し前の立岡池に。まあ水は減水気味、なんか逆に雨がプラスになったならいいけどね。ちょっと水が切れそうなとこから狙って釣りをしていきたいと思います。じゃあこのさっき買った TN を投げよう。トリゴンです、ミニトリゴン。値が絡んだよ、1500円ぐらいでした。とりあえずただ巻きで、やっぱ立岡池が一番なんか初心に変えるスポットっすね。バス釣り始めた頃なんかはほぼ立岡に来てたんで、なんか落ち着く。多分この辺はそんなに水深はないんで、まあちょっと浅いとこをねただ巻きして見てみます。今日はジャッカル縛りなんですけど、これ縛りの釣りをちょっと今年はやっていこうかな。次はまあコメントでリクエストがあればそれを やるのもいいですね。僕あんまり釣り詳しくないんで、どっちかというなら皆さんから教えてもらった方が僕としても大概やりやすいですね。これ釣りの YouTube やってるんですけど、自分普段は釣りの YouTube あんまり見ない方なんで、釣りが
上達してないかもしれないですけど、まあ、運がよくポコポコと釣れてくれるので、ちょっとルアー変えてデッドスローラーのシンカーマシマシオリジナル、これをズル引きします。なんかちょっと太陽も出てきてなんか気持ちいいですね。この辺は割と浅くて石がいっぱい落ちてるんです。深場ということで、もう一回ミニトリゴン。昔のタチオカと昔の俺だったら絶対釣ってたんですけど、厳しいっすねやっぱ。ルアー拾いました。針はないけど、お、レイドジャパンのやつ、ラッキーっす。見事に坊主を食らいまして、ちょっとポイントを変えてまた釣りをしたいと思います。行くか。抜いけでやります。まあここもちょこっとやって様子見て、釣れたら釣れたでいいんで、まあまたポイントを次も、まあ、移動しようと思ってるんで、はい、サクッと釣りたいと思います。もうスピニングタックル一つでこいつを投げていきます。うわ、滑ります。よし、ご飯も腹いっぱい食べたんで、あとは釣るだけ。デッドスローラー行きます。
ここはね割と昔は相性が良かった場所ですね。釣れればまあまあサイズは期待できる、そういうとこ。次はスピニング投げてみよう。ジャッカル、ドリフトフライか。ミドスト。風呂でも入ります。久々の釣りはやっぱ疲れますね。まあ、昼間から風呂入るの気持ちいいな。Thank you.